多分私が最終音楽をやるって言うと思ってなかったっぽくてあやっぱ音楽やりまーすって言ってそっからどんどんことが動いてったみたいなたまに気分が超バットに入るとあーもう今日本当に隠れたいって思うんですけどでもなんか人前でわーって言ってる自分の方が好きだなって 結構意味のないって思われるようなテーマとかで曲作ったりしてることも多いんですけど、うん、全てに意味ある必要ってあんのかなって思うしうん、うん、えそういうの面白くないって言える方が楽しいし、うん、なんかそういう風であってほしいって思ってるからそれをずっと貫きたいって 文化通ってた時はどういう学生生活を送ってました、うん、というかなんか子供の頃はバレリ,バレリーナになりたかったけどその時点でのなんか夢みたいな野望というか文化,文化に入った時っって文化入った時はやっぱなんか花形なのがデザイナーだからデザイナーなりたいなって思いつつ。うんうん ただ会社とかでずっと勤めてるのはうん、うん、なんか合わない気もするしうん、うん、どう,うまあ就職とかもしするんだったら、うん、どういうところがいいのかなみたいなのはうん、うん、まあ1年生の頃とかで思ってはいたかなただなんかまあなんていうか一番になりたいとか、うん、目立ちたいとか、うん、評価されたいみたいな、うんうん こではあなんかでも文化とかって、うん、まあ自分より目立つ人とかって死ぬほどいるわけでそういう学校だしだからまあ目立つってなったら優秀だったら目立てるんじゃないかとか何かそういう考えに至って、うん、結局まあ自分が聞かざるとかで目立つよりかは、うん、学校での課題とか、うん なんかそういう作るもので目立つ方がいいなっていうマインドにどんどんなっていってうん、うん、すごい学校の中でのなんか制作とか学校外の制作でもそうですけど、うん、作るっていうことに対してすごい頑張ってたなっていうのはありますねめっちゃ。じゃあもうずっと 制作頑張ってみたいなそうですねだからめちゃコン,、まあ、コンテスト出したりとかもありましたけどうん、うん、なんかなんて言うんだろう結構課題ごとにというか文化だったらなんかこういう作品では誰の展示してくれるとかそういうのがすごいいろいろあったからポイントポイントで結局、まあ、学校だけ頑張ってればじゃあ いいっていうわけでもないと思うけど、うん、ま,あまず第一段階として学校でやる課題というか、うん、制作頑張ろうみたいなのが結構ずっとあった思い出があってまあなんかそれと並行しつつ自分のうん、うん、いやほん,なんか本当にやってみたい、うん、もうちょっと。 ファッションっていうよりかはアートに近いような制作とかも家ではやってみたいな、うん、結構同時進行っていうかだからずっとマジであと寝る以外の時間大体ずっと作ってるみたいな確かに子だったなと思ってますその傍らでボランティアも行って、うん、そう <laughs> ねえマジで大変でした、ね、ずっと動いてる、うん、10代20代半ばまではずっとそんなでしたね、うん その自身の制作はさっきの軍手とかのやつあそうですそうですが、うん、メインでうん、うん、なんか他の素材とかでも作れないかなみたいなのはやっててうん、うん、でまあ年に何回か自分で外で展示会場を借りて展示してみたいなのは結構ずっとアグレッシブにやってましたねその時にまたまたま今のマネージャーがあそうですそうです。 見に来てはい見に来ててそれはビッグサイトなんですけど大きい会場なので、うん、そこでたまたま展示してるのを見てくれてて、うん、それで「音楽やりません」みたいな感じで声かけられましたね、うん、でも超不思議じゃないですか <laughs> だ,いぶだいぶこの話何回聞いても不思議すぎて。<laughs> ね マネーージャーの感性は私すごいなってなで,でもその後もめっちゃ怖いのが <laughs> 私それで信じてなかったんですけどうん、うん、話が意味わかんないからそれ18歳ぐらいの時でうん、うん、そっからまあ私文化入りたてだし、うん、洋服作りたいから、うん、その話全然そうぐらいだったんですけど、うん、あの3ヶ月に1回ぐらい、うん、最近何作ってるのとか最近何に興味があるのとか。<laughs> 最近どうみたいなのことを、6年くらい、その後、ずっと聞いてくるおじさんだったんですよ、すい <laughs> そのい。それ、めっちゃ怖くないですか確かに、この人何みたいな。そう、エネルギーやばくないですかそれ。<laughs> 最初怖すぎるかもない、ちょっと。そう、めっちゃ怖いし、しかもその、まあ、まあ3ヶ月に1回とかのペースで、うんうん でじゃあちょっとご飯行きつつ最近何してるか教えてみたいな感じだったんですけどその時もその人と今のマネージャーですけど二人の時もあればもう一人ゲストとかを呼んでそれが音楽のたりの人だったり映像作ってる人だったり雑誌の編集だったり色なんですけどなんか私が。 考えてることとか私がやりたいクリエーションとなんかマッチしていい着地が音楽以外でも見つかるかもしれないからって言ってゲストを毎回呼んでくれるすごい気合い入ってる。それ6年やってくれました。すごい。そっか。私が就職して関東出てからも東京帰ってくるタイミングでなんか教えてみたいなって。 やっててくれれましたそれえマネージャーは自分のどこに魅力があるって言ってくれていたなんか6年って結構なるほどね <laughs>、うん、発想とかアイディアが面白いっていうのは言ってくれててあとあんま褒められたことないんで分かんないですけど <laughs> <laughs> でもそんなね、うん、褒,め褒めてるとは思うけどなんかそんな6年え そのレーベルで他に自分みたいなタイプの人っているいや分かんないですねあそこまでは分かんないんだ六、うん、年他にも6年単位でああ多分ないと思います <laughs> すごいなうんよっぽど惹かれてたでなんかいろいろ得点があるみたいな感じにな <laughs> って <laughs> 音楽まあ結局六か六。 多分私が最終音楽をやるって言うと思ってなかったっぽくてそんな6年も断り続けたらうん、うん、こいつはやんねえだろうなって思ってたっぽいんですけどうん、うん、私なんか文化卒業した後に、うんうん、まにアパレルの会社でパターンナーやったりうん、うん、あとはコスチュームデザイナーのアシスタントついたりとかいろいろやっている中で。 まなんか24歳の時にやっぱ誰かのもとでずっと使えて働くのは一生は本当無理だからやっぱ自分の表現すること自分がメインで作っていくことをまお金になるならない関係なしに一生やっぱやりたいって思ってとはいえ自分が手を動かして作る服作りは限界があるから。 じゃあ何だったら表現でやっていけんだろうって考えた時にうん、うん、あそういえば音楽って言ってる人いたなって思ってまあ別に、まあ、失敗というか、うん、マッチしてなくても死ぬわけじゃなくてまたなんか仕事考えればいいからうん、うん、一旦やってみよう年女だしって思ったのが24歳で。その時にちょうど、うん あやっぱ音楽やりますって、うん、そのマネージャーに言って、うんうん、そっからどんどんことが動いてったみたいな感じですね。マネージャーどんな反応し,してた <laughs> えやんのみたいな「<laughs> えマジ?」<laughs> みたいな感じ <laughs> えあんだけやんない」って言ってたのにみたいな「本当?」ってなって「うん、まあでもやると思います」みたいな感じになって <laughs>「やります」って言ったら、うん、じゃあなんか。 まあ俺がいる会社、うん、事務所が、に所属したら、うん、交通費とかも多分出るし、うん、所属したらって言われて、<laughs> あ、じゃあ交通費出るんだったらってなって、そこの会社に <laughs> すご<い>所属して、今それが所属事務所。はい,はい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 。なんですけど、向こうからさ、ようやく口説き落としたみたいな、口説 <laughs> き落としたとか俺、<laughs> あの、 長さじゃないけど。いや、マジで長いっすよね。うん、そう。えー、でも実際始めてみる上で、なんだろう。やったことないっちゃやったことない、うん。表現手段として。しかもカラオケも行ったことないのよね。ねえ、<laughs> そう言ってたもんね。そう。<laughs> 歌う、歌うことが想像でき、できたの最初から。できない。いや、できないし、うん、そのマネージャーの前で何かしらワンフレーズ歌うとかもめっちゃ嫌でした。うん そういうこともあったんだ。うん、全然。なんか、どういう声してるのみたいな感じ。で今聞くのえ、そ6年間の間にってこといやいやいや、音楽やるって決めてた時にめっちゃ恥ずいでたじなか。急にめっちゃ恥ずい。めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。え嘘ってなって。で、めっちゃ恥ずかしいけど、やるって言っちゃったから、しょうがないし。そんで、 やり始めたけどいや全然抵抗ありましたよ、うん、やるとは言ったけどみたいな、うんうん、全然嫌だした音楽自体は好きだった歌うとかじゃなくて音楽っていうもの自体はあんま興味なかったですねえイ、ー、?iPod とか持ってなかったしあえー、それはよっぽど興味ないわ <laughs> <laughs> 全然知らん世界でしたね、えー、でもなんかどうか踏み込んでみて、うん、一番最初になんか思ったこととか や,やばいな、これ、とか思わない。なんか、全く触れてないんですから <laughs> どうすんだろ、うこれ、みたいな。<laughs> あ、でも、思ってた以上に、う,ん、うん、いっぱい曲ってあるんだなって思いました。<laughs> なるほど世の中に。世の中にね。知らんから、うんうん、しかも私、YouTube とかも全然触れてきてないんですよ。だから、テレビで見る音楽とかしか、うんうんうん ないと思ったんですよそももそそがれもすごい狭すぎる世界ですけど、うん、あこんな面白い表現方法があるんだとかあこんな曲作ってから出世に出せるまでって早いんだとかうん、うん、それまで洋服一人で作ってたから、うん、めっちゃもうかあ全然思ってたこと世に出せるのが服より早いじゃんって思って。 まあ洋服はずっと一人でやってたから一人でやるものづくりの方が向いてると思ってたんですけど音楽って知らなすぎるからそうもいかなくてマネージャーとか他トラックとか作ってくれてる人とかの力を借りらざる借りらざる借りらざるないみたいな感じの状況だったからもう。 でも人とやるしかなくてそれが意外と合ってたというかそれが楽しかっったた思てより今までね一人で黙々とやってたけど誰かと一緒にんかものづくりするみたいうが結構楽しいかもしれないって思って知らない世界すぎたから結構フィットしたっていうのは一個あるかもなと思います。 音楽好きみたいな感じだったら、うん、こんなに、なんて言うんだろう。多分そうだね、確かに。ね。フラットに受け入れ,入れられないかも。ですよね、だってひねくれてんだもん。<laughs> そう、絶対。<laughs> 多分全くタッチしてなかったから、<laughs> 意外とハマったのかもしれない。かもしんないっすね。だって私がもし音楽やれってなったら、<laughs> ええ,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 えみたいなのも分ど,どういう感じになん、えー、だろう。なんか、 から下手にかっこつけるみたいなこともなくするってきましたなんか最初確かに何もないからね何にもだって分かんねえんだもんってそうだよねだってこれこれ例えば逆に今までバンドやってましたとかだったらああいう感じがいいんでみたいなうんかもしんないそういうのゼロだから意外とそこはするとい言ったのは知らないっていうのがあったかもですね 今のその音楽性みたいなのってどうやって形成されていったんですか今、うん、のそのゴムをベースにしたやつとかって。は,は今は最近リリースしてるここ数年のは全然アフリカ系のものをベースにしてないんですけど一番最初はまあそのトラック作って。うんうん 最初トラック作ってくれたけもちさんがけもひでふみさんが、うん、なんかこういうゴムっていう新しいジャンルのやつがあって結構面白いからトライしてみるみたいな感じで教えてくれてうん、うん、私も知らないけど面白いなと思ったから全然いいなと思ってうん、うん、でそれで日本語載せていくっていうのが結構。 良かったから、うん、それでで始めたっていう感じです日本語の歌詞はまあそうね当時は私もアイディアを出すし向こうもアイディア出すし、うん、ミックスみたいな感じで最初の頃はずっとやってて歌詞も書き方とか、うん、まあ書き方なんてものはきっとないんだろうけど、うん、何もわかんないから、うん、なんかちょっと日記みたいなのを毎日うん、うん。 ちょっとずつ書いて送ってうん、うん、その中からいいと思った言葉を抽出してくれて、うん、じゃあこれ面白いと思うからこれベースになんか作ってみようみたいなのをずっとみんなでやってたみたいな感じですうんうん、うん、あなるほど、うん、確かになんか前一番最初わかんなすぎてググったとか言ってあそうググりました歌詞の書き方みそう歌詞の書き方ってググっててでもなんか 本当空が青くて綺麗とかみたいなところから何の発想も生まれなくて空が青くて綺麗あ雲ないなとか,なんか本当そういうことになっていっちゃうからそれは別に全然面白くないしもっと全然どうでもいいことでいいよって言われてあどうでもいいことでいいんだそこから新しい気づきがあってで歌詞とか全然わかんないから やっててくれっていいですみたいな感じで言ったことがあるんですけどうん、うん、それだと、うん、多分嫌になるタイプだと思うよって、はあ、よくわかってる本当にね <laughs> いや本当よくわかってんなって思うんですけどっやっぱ6年も <laughs> そう絶対最初のうちはいいかもしれないけど、うん、それで,でそっちの方が多分ハマるしけど絶対嫌になって。うん 全部自分でやりたくなる時が来るから、最初はもう特訓だと思って、自分でやった方がいい。大変だけどって言われて、いや、本当にそうしてよかったって超思いますね、今。え、どういう時にそれはもうなんか。え、だってやっぱ人が書いた歌詞でいいと思ってなかったら、自分の口で発したくなくないですか確かに発したくない。絶対。絶対嫌だね。絶対嫌だし。 全部自分全部作ってもらったものを自分の曲っていうのって多分私無理っすねそれできないなって思ったから、うん、アーティストって言ってんだからだから歌詞っていう部分だけでも自分がちゃんと関わるものづくりをやるっていうスタイルを 取れるようにしてててかったって思った思ます大変だったけど <laughs> 今でも大変だけどそれはなんかほんとよく性格分かってるなーって思いますねお姉ちゃん,うん,うん、うん、に対してうんうん、うん。特になんか歌詞のそういうインスピレーション的なものとかって、うん、もうほんと日常のことみたいな日常のこととか、うん、最近面白いなって思ってることとかうん、うん、結構なんだろう 友達とかにも言わないかもぐらい超ちっちゃいことうん、うん、でも自分だけ気になってるみたいなことをどこまで広げれるかみたいななのを毎回気ににししててるようにはしてますねんか今までそうやって服で服作ったりとかで、うん、そういうことで自身の表現してたけど音楽になって表現方法あって、うん、なんか違う面とか感じることとかあります全く こ,こが違うみたいな自分的にあーまあ関わってる人数が今のが多いからうん、うん、それで思い通りにいかないって思うこともあったけどうん、うん、やっぱ自分一人だけでやってるとうん、うん、広がる範囲が割と結構狭いんだなって思って。 なんか結構いろんな人数が関わってる方が、うん、新しい風じゃないですけどうん、うん、そういうのが結構入ってきてあそっかそのアイディアもあったんだっていう新しいいい気づきがう,ん、うん、うちの方が多いんだなっていうのはすごい思いました確かに、うん、なんかこういうのが誰かが自分のことが自分,な自分のことを一番自分がよくわかってると思うけど他者から見た自分が一番自分っぽい よみたいなのを<ー>言ってたそうかもなんか結構そうかも誰が言ってたんだっけ何かそれは確かになみたいな<ー>だから自分のことで意外と自分ってよく分かってないんだよねみたいな確かにそうかもでもなんか私は絶対に裏方気質だと思ってて絶対に人を支える縁の下の力持ち気質だと思ってたんですようん、うん、ずっとうん、うん だからマネージャーにも、うん、だから私人前に出るなんて無理ですみたいなこと言ってたら、<laughs> いやいやいや、あんた縁の下の力持ちとか一番無理だよって言われて、<laughs> あ、そうなんだって思いましたね。確かに、そうだね。うん、もうそれは完全にマネージャーがね、見てくれてる自分のこと、うん、出会ってなかったら、全然縁の下の力持ちだと思って今も生きてたと思います。<laughs> <laughs> 全然私あの先回りしてコーヒーとか買っとくの得意なんで<の>結構いけますよとか言ったんですけど <laughs> 全然無理っしょって言われたから <laughs> 今もう何年経つんだ24の時に24歳のうん、うん、2018年の9月からスタートしてるんで、うん、音楽自体は何年 ?4 年半 ?4 年半か。 5年経えどうなんか今までで一番印象的だった出来事とか <laughs> えー、<っ>印象的だった出来事でも、まあ、音楽を始めてみて、うん、一番いまだに自分でもびっくりしてるのが、うん、こんな歌うこととかが人前に出ることが楽しいって思うようになる なんてと思ってます。ずっと。確かにそれがめっちゃびっくり。カラオケにも行ってなかったのに、<え> <laughs> 人前でみんなーって言えるタイプじゃなかったのに、<laughs> うんうん、そんな人になるんだって。え、最初の方はできたそれって無。無理です、無理です、無理です。うん、ようやくでも。最<近>みんなーとか言える。最近ようやく、マジでマイクもしたくないってずっと言ってました。最初の頃、うん。最初の。 ほら、ずーっと。そうなんだ。え、ライブってマイク持つよって言いました。<laughs> <laughs> そりゃそうだ。<laughs> ね <laughs>。無理無理無理。本当後ろ向いてたいって言ってたんですけど。うん、いやいやいや、そういうわけにもいかないでしょうって言われてましたね、うん、最初。え、どうやってするのを克服、克服してったのなんか。えー。うーん。たまに、今でも、うん、 気分が超バッドに入るとあもう今日本当に隠れたいって思うんですけど <laughs> ライブとかの前でもうん,うーんでもなんか人前でわーって言ってるうん、うん、明るい自分の方が好きだなって思えるようになりました何年もかけて。あ<ー>それが結構 あだからこういう自分の方が好きだしうん、うん、こういう自分をもっと高めていきたいって思うからやっぱここは恥ずかしいし緊張するけどうん、うん、マイク持って出ようって思うようになったかなって思います。かか、うんうん、から何かを見てとかっていうよりかはどういう自分が好きかとかどういう自分になりたいかっていうのをいつも 考えてな、うん、になったかなと思いますでもきっとそれは伝わってそう。<laughs> 自分がそう思ってるの、ね、<laughs> うーんなんかそういう自分の方が、うん、そういう自分がベースだ、うん、から軸の方が、うん、なんか生きていくのが楽しいと思うようになったかなって。 思いますなんかそ,そういうのがあるから、うん、今ちょっとしんどいけどうん、うん、これのために頑張ろうとかどんどん前は全然もっと前向きじゃなくて、うん、もっと、うん、ネガティブなことの方が多かったけど、うん、こういうことを始めて明るくなったし、うん、そういう自分になったから出会える人とかがすごい多かったし。うん そこで出会った人たちの方が、うん、なんかすごい好きだなって思えるからだからそのためにもうずっとこういう自分でいるっていうのはあるかも。確かに、うん、でも自分がそう素直でいる状態で来ると、ね、集まってくる人もその状態で見るから、うん、なんか自然とそういうより良い関係性というか、うん、確かにね輪がどんどん広がっていくかもしれない。うん ものづくりとかの時は、うん、もうちょい何て言うか自分のちっちゃい世界に入ったりすることもあってうん、うん、最初の頃は、うん、その人前に立っている自分と、うん、物作ってる時の狭い周りの中にいる自分のコントロールがうまくいってなくってうん、うん、バランスがわかんなくって、うん、コントロールできないなって思ってたこともあるんですけど、うん ここ最近は何が自分が作って表現したくて、うん、何がやりたいかが昔よりもだいぶ見えてきたからう,ん、うん、うまくコントロールがいくようになってきたって感じですね。なるほど。活動もそう重ねてきたし、うん、ちょっとずつねライブもねそう,そうね重ねてきたしライブ地に足ついてかな <laughs>、まあ。ようやく シャンユっていうアーティストとしてスタートラインに立てそうって感じ。うんうん、あ今まで多分全然準備期間だと思います。私的には。はい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 ,はい、はいうん。そろそろスタートライン立てるかなぐらいがようやくやってくるかもって感じです。はいはいはい、あ、これからこれからなるほど。うん。全然すごいでもいいタイミング。30にもなるし。そう、30にもなるし。 でもなんかすごい世の中的にっていうか、うん、まあ生きててなんか30歳おっきい節目みたいな言われ方したりするじゃないですか。でも普通に考えたらあと多分 四、五十年ぐらい人生ありそうな感じするじゃないですか。うん、あるね。<多分 S 2> うまくいけば。うまくいけば、あと四、五十年あるって考えた時に、全然折り返してねえから。うん、確かにいや、本当、まだ全然。ね、三十歳ぐらいまで、ハイスペースできちゃうと、うんうん、その他のペース配分結構見せるなと思って。確かに。 今まだ全然軽いランニングぐらいで、こっからスピード早めりゃいいかなって、自分的には思ってやってますね。<laughs> こっから確かにスピードこっからこっからって感じうん。 やっぱなんか超追いぼれて、うん、ペースダウンして死ぬのはほんとマジで無理なんで、うん、<laughs> 一気にゴールまでバーって行くって考えると、やっぱ最初のうちはこんぐらいのペースで行いか確かに。この後。駆け抜けるのよ。そう,そうそうそう。<ー>駆け抜けたい今。今早くしてたら多分すぐうそうそうそう。あと死んじゃうから、<laughs> この後駆け抜けられるような体力作りを30歳ぐらいまでにいろいろやって、 で、基盤作っといて、この後バーって、ノンストップでいければいいのかなっていう。うんうん、確かに。うん、え、今後やりたいこととかあります展望的な。え、でも。社員として。もっと。もっと自分の思う。面白い。もの。を貫きたい。 あ今ここ最近めっちゃ曲作り超楽しいんですよ。遅んん、うん、って感じなんですけど <laughs> ようやく「うんうん、あこういう感じ結構いいかも」みたいなのが楽しくて面白いからそれもっともっと,もっと貫いてなんか自分と似た感じの表現音楽とかでやって。 ってる人あんまいない気もするからこれ超貫いてうん、うん、いろんな人に聞いてもらえるようになったら最高だなって思ってそれやりたいです、ね、いいでですすねねちなみに最近面白いと思うことは、うん、何がありますか最近はずっと落とし物にはまってます私は。<laughs> はい 落とし物っていうタイトルの EP を出したくて。あいい。で、一曲ずつが、まあ、落とし、その落とし物の種類。例えば、エアポッツとか、この間、入れ歯って曲出したけど、とか。入れ歯が落ちてたそうそう、入れ歯が落ちてたか、それなんですけど、全部の総括するテーマが落とし物で、曲、紐解くと、曲一個ずつが落とし物ってなってたら、なんか、 作品として面白いなーと思って確かにそれを作ってますめっちゃいいうん。私もその前前も言ったかもしれないけど私も鏡健さんとあ落とし落とし落としないけどそれやってますよねなんかゴミを拾ってそれやってますよねそれをひたすらやってて結構やっぱとんでもないものが落ちてますよねそうなのよ結構面白いなんかそれのなんかこれって なんだろうエピソードをその落とし物が感じるっていうか、例えばそのイレブンった人だったら、もしかして途中で喋れない声になってるのかなとか、そそ <laughs> そうそうそうなんか、ロマンがある。ありますよね。あるよね、確かに。なんか、そっから、まあ、なんかストーリー考えるもそうだし、なんか、落とし物とかでも、人それぞれキュンとくるポイントとか、 なんんか全然違ううと思うんですようん、うん、だそれも面白いし、うん、んこんなちっちゃいなんて言うんだろう世界観のものがどんどん広がってってうん、うん、まあ共有できるようになったいろんな人となんか面白いなって思ってそれこそ本当なんて言うんだろう言葉いらなくてうん、うん、いろんな人とこれを落とし物を共通言語にじゃないですけど。うんうん確かに 交流できたら、それはそれ楽しいだろうし。なんか、そういう意味のないものに意味を作る作業ってすごい大事。うん,うんうんうん。気がする。すごい、そう思います。なんか。なんて言うんだろう。やっぱり。私は個人的に、うんうん。意味のないものとかが。ちゃんと存在することを許される。うん,うんうんうん。 うーんと社会であっっっっててててほしいいうのはめっちゃ思っててだからやっぱり別に落とし物も意味ないっちゃないし全然何て言うんだろうおっきくないテーマだしけどそれがちゃんと存在しててそれにこっちで勝手に意味つけて「えそういうの面白くない?」って大きな声で言える方が 楽しいし、うん、なんかそういう風であってほしいと思ってるから、それをずっと貫きたいって思ってますね。うんうんうん、いろんな人がより生きやすく、うん、<laughs> どうなるか。最終ね。う最終最終ね、そこに,そこに野いそう。行き着いてほしいって思ってます。<laughs> はい、いいと思います。うん、そろそろお時間ですね。それでは最後の質問です。<laughs> 急にからからこの番組も聞いてもっと自分らしくいられる人が増えたらいいなというのがこの We are d o w e の願いなんですけど自分の経験から伝えたいことなどリスナーの人にメッセージをお願いします。えー、なんか私のやってる表現はうん、うん、多分結構意味のない、うん、で。 思われるようなテーマとかで曲を作ったりしてることも多いんですけど、うん、でも別に意味のあることが全てじゃなくって、うん、まあそういう意味のないもしかしたら無駄とか、うん、思われるようなくだらないこととかでもなんか存在ができるような、うん、全てに意味ある必要ってあんのかなって思うし、うん、まあ意味あるないにかかわらず。うん なんかすべてが本当存在できる、うん、世の中社会になってほしいっていう、うん、メッセージを込めてます素晴らしいと思います硬 <laughs> <laughs> くなっちゃいますねこれ <laughs> 言い直すと <laughs> まいった今日ありがとうございましたありがとうございました <laughs>